はい、今日からですね、銀だこが鬼滅の刃コラボ始まりました。銀だこ祭りということで、はい、もうコラボレーションメニューが出ております。第1弾、今日から発売するの炭治郎の特製すき焼き風たこ焼きです。はい、まだこのカードがね、限定コラボカードが入っているので、これもすごく楽しみですね。そして第2弾、第3弾は宇髄さんと煉獄さんということで、はい、いや、これもいいですね。これは28日からもうこれも買いますよ、絶対。はい、いやー、行きましょう。じゃあ今日はこれを買って帰ります。すごいですね、鬼滅の刃コラボ、素晴らしい。はい、ではですね、買ってまいりました。炭治郎の特製すき焼き風たこ焼きです。すごいですね、この箱も。おお、すごい、炭治郎の家族が写っております。素晴らしいね、これ。違う、違うもん、なんかこれはあれだ、無限でした変なやつ。素晴らしいですね。ちょっとすぐ外して開けてみましょう。おお、確かにたこ焼き風です。はい、あ、ちょっと待って、カードを開封します。さあ、じゃあカードは何なのか、ちょっと見てみましょう。お、これはすごい、のぼり炎天です。おお、ボロの呼吸いいのかと。のぼり炎天の名シーンですね。すごいんじゃないですか。すごいいい引きですね。いきなり、いきなりこんなのぼり炎天が出るの、素晴らしいですね。じゃあちょっといただいてみましょう。すき焼き風のたこ焼きです。うん、よく合いますね。うまい。うん。これはいけますね。美味しいです。山椒をかけると美味しいんですかね。かけてみましょう。山椒かけてみました。この3つにね、上にこれ、あ、本当だ、肉とか乗ってますよ。肉乗ってる。本当にすき焼き風、うん、うん、なんか山椒でまた一味加わって、さらに1個で2度楽しめる、素晴らしいたこ焼きですね。うん、美味しいです。はい、ではですね、ここすごいね、ここにもセリフがありました。はい、食べ終わりました。いや、ほんと、この船にもやはり鬼滅の刃と、ね、なっておりますね。いや、本当に美味しかったですね。特製すき焼き風たこ焼き、ちょっとこのカードがね、まだまだ欲しいんで、ちょっとリピートしようかな。呪術廻戦は各1回でしたけど、鬼滅は行こうかと思います。ではでは、皆さんもぜひですね、炭治郎の特製すき焼き風たこ焼き食べて、そしてカードを集めてみてください。なんかね、ミニキャラのすごい可愛いカードもあるみたいなんで、ぜひですね、ゲットしてもらえればと思います。それでは皆さん、また動画見てください。さよなら。